いた半端じゃない。こんにちは、梅子平です。今回この2019年最新モデルチャンネルアイランドのネックブレード2に試乗してきたんですけど、この板すごかったです。デーン・レイノルズがよりフリーサーフィンを楽しむために開発されたモデルがこのネックブレード2なんですけど、このネックブレード2がめちゃくちゃ日本に合う板だなっていう印象を受けました。デーンが日本のために考えたんじゃないかなっていうぐらいで、具体的に何が前回のネックベアードと変わったかというと、前回のネックベアードがシングル、ダブル、Vアートに対して、今回のネックベアードは綺麗なシングルコンケーブに仕上がっています。で、テールはこのチョップドテールを使用しています。で、僕これを乗るときに S のフィンをつけたんですけど、それが失敗でした。っていうのはこの板めちゃくちゃアクション時の操作感がいいんですよ。テールの抜けがめちゃめちゃいいんですよ。なんで普段使ってる M や L のフィンをつけることでちょうど良くなったんですよ。で、明らかに全体的に僕がいつも乗ってる板よりかはオーバースペックなんですけど、それでもアクション時の操作感は同じぐらいなんですよ。で、つまりめちゃくちゃ走るのにしっかりとアクションできる操作感があるっていうのがこの板です。で、それはなぜかというと、このテールロッカーや若干前に出たフィンシステム、そしてこのチョップドテールによって生み出されています。かといってテールが抜けすぎるのかっていうと、そうではなくてしっかり波に噛んでくれるので抜けすぎるっていうことはなかったです。テイクオフやライディング中の初速がもうとにかく速いんですよ。なんで北風が結構強くて波がとろい時も入ったんですけど、ターンとターンがめっちゃ伸びるんですよ。だから、まあ、反則なんですよ。とにかく速すぎてライディング中のスピード感がもうズバ抜けて速いですよ。それが僕が一番受けた印象です。今まではでかくて走る板っていうのはあったと思うんですけど、この板に関してはでっかくしても動くから、だからその相反する条件を一つにまとめちゃってるんですよ。まとめるとめちゃめちゃ速いのにしっかりと動かせる操作感が備わってる板だと思います。近日紫スポーツ茅ヶ崎店にてずらっとこれ入荷予定なんで、皆さんぜひチェックしてみてほしいっす。っていうかこれを乗られたら横で波を取られます。どれぐらい速いっす。本当にびっくりしました。それがこのネックベアード2です。